使命を果たす。殿、それがしに万事任されよ。織田の手勢が間近に迫ってきたが、急ぎ打ち払わねば。うつけ殿の攻め筋いかほどか。お手並み拝見といこう。みんな、まずはあの砦を奪い返そう。稲葉山城、僕たちの手で守るんだ。安兵衛はこたびの戦の要、道山様同様倒されるわけにはいかない。あの雑兵どもめが勝つに物を言わせおってからに。どうやそら。味方が危機に瀕しているようだ。助立ちに行こう。あやつ、斎藤の軍師のようだ。討ち取ってしまえ。俺に任せろ。うむ、見つかっちゃったか。対処しないと安心して策を打てないな。ああ、いいところに。お願い、力を貸して。砦の諸君はこの本田平八に任せとけ。ほら、攻めろ攻めろ。織田の攻め手が緩まないと思えば、あの砦から増援を呼び込んでいたのか。この一帯の脅威は払えたようだ。弓兵のみんな、用意はいい？俺に任せろ。崖下の敵を穴だらけにするよ。うむ、上々上々。生き続き猛攻を浴びせてやれ。目障りな織田は残らず穿ち抜かん。救援、本当にありがとう。これで次の策を打てそうだ。織田の動き、想像以上だ。これは僕自身の目でも確かめておかないとかな。ここを取る気か。そうはさせねえ。俺を信じる主の顔に泥塗りたかねえからな。獣王の軍勢を払えば戦況を変えられよう。いかな強敵とで切り伏せねば。おお、援軍感謝いたす。共に織田を打ち払おうぞ。皆進め。美濃に武名を轟かせるのだ。さて、どう出る。まぶしよう。くそ、お前強いじゃねえか。すまねえ、竹千代。砦の奪取に成功した。織田の増援も差し止められたようだ。織田の動き、なんか引っかかるな。ひとまず今は残る砦を奪取しておこうか。その務め我らにお任せあれ。わずかな手勢ではあるが尽力いたそう。お主らごときにこの砦を取らせはせんわい。織田の館を受けろ。うつけと評されし男にこれほどまで深く攻め入られようとは。青二歳の割にはやりよるわ。だがこの城、ただのうつけには落とせぬぞ。砦の奪取に成功したね。お手柄だよ。ありがとう。さっき奪った砦から前線に援軍を送ろう。これで戦局がより有利になるよ。織田の前線が突き崩した。今より反撃に転じる。斎藤の攻勢が強まっただと。隠れにはいられないな。任されよ。斎藤の進行、
予想以上に早い。私が本陣を守護いたします。開門。本陣までの道、立ち塞がる将は残らず払うのみ。どうやら敵方にも腕が立つ者がいるようだ。脅威か否か、俺自身で見極めるとするか。斎藤の奴ら、せ目に出る。承知した。西田だ。なら俺はその間に緩んだ守備を突き崩すとするかね。開門。任されよ。手薄な用地から攻め入るはるか。至急食い止めねば。その作戦、僕にもお見通しだよ。彼らの足止め頼んだからね。おっと、邪魔立てか。この鬼柴田がちょちょいと片付けてやるよ。わしと手合わせをしようか。よう、お前死にに来たな。危機は去ったか。つくづく油断ならぬな。敵将、始末いたした。逃げるしかねえか。おお、感服捕まつったり。俺に任せろ。抜けてみろ。信行、お前に俺の妙案を伝えておこう。耳を貸せ。兄上、いささか無謀では。はい、いざい承知いたしました。本陣への道が開けたようだ。これで総大将の間近に迫るよ。斎藤ごときにやられる我らではない。来い、返り討ちにしてくれる。開門。よし、敵を引きつけた。あとは時を稼げば。これでいいんですよね、兄上。本陣に信長がいない。奴は一体どこに。さて、俺も出るか。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。で、ドッカンとは舐めおって。返り討ちにしてくれるわ。ああ、義辰様、独断行動は控えてってあれだけ言ったのに。早く援護しないと。今こそ斎藤義辰を討ち取る好機。阻むならば容赦はせぬ。ここに俺が止められるかよ。本陣に突っ込むぞ。肩慣らしにもならぬ。かなう相手ではなかったか。やりおる、見事よな。ここは引くほかあるまい。俺に任せろ。見せてやる。敵の誘引極王、この隙に俺が敵陣を切り崩す。見せてやる。本陣がおとりだったのか。その大胆さと度胸、敵ながら恐れいる。本陣は制した。信長を倒さねばこの戦は終わらないだろう。相手ではなかったか。はい、そう。やつの力、他の将らとは比較にならない。
ならば俺も死力を尽くし相対せねば。その渦か。下手戦ぶり織田家当主信長殿とお見受けするが、まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。行くせる目の全てでこの信長に土をつけるか。面白い男だ明智光秀。いずれまた会うこともあろう。待て、取り逃がしたか。織田信長、底知れない男だ。